メトホルミンはビグアナイド系薬剤に分類される蛍光糖尿病治療薬の一つである。日本での商品名はメトグルコ、メルビニア1、グリコランジョウ1が先発品として発売されている。後発医薬品としてはメデットやネルビスなどがある。メトホルミンは1961年に発売された薬物であるが、乳酸アシドーシスを避けるために容量が制限。 されていたしかし、メトホルミンの効き目が弱いのは、投与量が少ないからだとの意見を受け、日本国内で改めて臨床試験を実施し、高用量での使用が承認された。メトホルミンが肝臓での糖身性を抑制することなどによって、糖尿病に効能を持つことは開発当初から知られていたが、その薬理については、複数の作用が考えられている。 メトホルミンを含むビグアナイド契約の直接の標的としては、ミトコンドリアの呼吸差複合大合が知られ、その活性阻害により、結果的に細胞内の AMP、ATP 比を増加させて、細胞内のエネルギーバランスを変化させる。このため主に肝細胞において、細胞内のエネルギーバランスのセンサーである AMP、活性化プロテインキナーゼを介した。 細胞内シグナル伝達系を刺激することにより、糖代者を改善することが示唆されている。17。また、アンプックにより、リン酸化されて活性が調節される、基質分子には、脂質の酸性に関わる、様々な因子も含まれる、HMGCOA レダクターゼ、転写調節因子スレブップマイナス1など。このため、メトホルミンは、アンプックによる、基質分子のリン酸化更新を開始。 同新性だけでなく、中性脂肪やコレステロールの合成も抑制し、脂肪肝や血中の脂質レベルの改善にも効果を示すものと考えられている。さらに、アンプックによる脂質酸性抑制は、結果的にジアシルグリセロール酸性を抑制するため、プロテインキナーゼ C によるインスリン受容体に対する負の制御を解除し、インスリン抵抗性を改善することも示唆されている。 一方マウスを用いた研究では、アンプックや、その活性化に関わる LKB1 の遺伝子を、欠損させてもメトホルミンによる、糖身性抑制などが見られたことから、メトホルミンの作用には、アンプックを介さない、他の経路も寄与することが示唆されている。実際、ビグアナイド契約は、グルカゴンによる血糖上昇作用に対し、アンプック非依存的に抑制作用を示すことが、 マウスにおいて明らかにされている。なおその作用基準は、メトホルミンのミトコンドリアでの ATP、酸性抑制作用により上昇した細胞内 AMP がアデニル酸シュクラーゼによるサイクリック AMP 酸性に抑制的に作用することで、キャンプをセカンドメッセンジャーとするグルカゴンの細胞内シグナル伝達を負に制御するというものである。 また、呼吸さ複合体や E 以外のメトホルミンの新たな作用標的として、2014年に、ミトコンドリア内膜のグリセロールマイナス3、リン酸デヒドロゲナーゼニが同定された。同報告によると、マウス、ラットを用いた実験において、メトホルミンは、肝臓で、MGPD を非強豪的に阻害し、グリセロールリン酸シャトルを阻害する。このため細胞質側では、などに対して、などが、 優位となり、などプラスを利用する、乳酸脱水素酵素が阻害されるため、乳酸からのピルビン酸供給が抑制される。また、MGPD によるジヒドルキシアセトンリン酸の酸性も減少する。これらの結果、ピルビン酸及びジヒドルキシアセトンリン酸からの糖心性が抑制され、血糖値を低下させることが明らかとされている。このため、 これまでメトホルミンの作用基準の中心と考えられたアンプックの活性化はグリセロールリン酸シャトル抑制による内呼吸阻害の結果の一つとも考えられる。2020年6月3日、神戸大学はメトホルミンが瓶の中にブドウ糖を排泄する作用を有することを人を対象とした PETMRI 研究で明らかにしたと発表した。かつては メトグルコのみが高容量での処方が可能であり、クリコラン及び高発品では1日 750mg までに制限されていた。重大な副作用とされているものは、乳酸アシドーシス、低血糖、肝機能障害、横断、黄門筋有解症である。心不全、肝障害、慢性腎臓病、高齢者、アルコール退院者では、乳酸アシドーシスが起こりやすい。 アルコールは、などプラスを消費し、枯渇させる。メトホルミンも呼吸差複合体愛を阻害し、などの供給を阻害する。結果として、相関的になどが枯渇し、クエン酸回路が反応できなくなる。メトホルミンは、マウス、線虫、ハエにおいて、特定の条件下で寿命を伸ばすことが確認されている。ありがとうございます。